こんにちは。賃貸の尾崎イメージキャラクターの若須くんです。本日は奈良市にございます、レオパレスさほがらという物件のご紹介をさせていただきます。それでは若須くんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい、さあまずはこちら、玄関となっておりまして、はい、玄関このようにですね、スペースも広く取られております。またこちらに下駄箱の収納ですね、ついておりまして、さあ玄関入りましてすぐですね、通路の方入りますと、さあ家具付き物件ということでですね、電子レンジや冷蔵庫などこちらに置かれております。さあ右手の方に行きますとですね、奥に室内のですね、洗濯機置き場が置いてありまして、右手側に扉の方がございます。さあこちら開けていきますと、はい、オシャレとつきました。こちらですね、はい、お手洗いとなっております。また左手側がですね、お風呂場ということでですね、洗面ボールがございまして、こちらゆったり使っていただきますお風呂となっております。さあまた浴室乾燥機ですね、ついておりまして、こちらマカス君のおすすめポイントですね。はい、さあまたですね、通路の方戻りまして、また右手側にこのようにですね、キッチンスペースついております。はい、こちらですね、電気コンロも2口こちらについておりまして、収納もございますね。はい、さあまたですね、お部屋の方に入ってまいります。まずはこちらにですね、セコムですね、ホームセキュリティの方が入っておりますので、こちら防犯面もですね、安心となっております。マカス君おすすめとなりますね。またこちらがですね、モニター付きのインターホンということでですね、こちらも防犯設備となっております。はい、さあまたですね、お部屋の方入っていきますと、こちらに、テーブルございまして、エアコンですね、またこちらにですね、はい、テレビがございます。また照明もついておりますし、こちらにはですね、収納の方もございます。ハンガーポール付きのですね、収納ついておりますよ。はい、さあまたこちらですね、ベッドスペースといたしまして、こちらでですね、お布団を敷いて寝ていただけるようになっておりますし、その下の方もですね、このように収納となっております。またですね、こちらベッドの階段の方もですね、はい、開けていただくとですね、はい、このように小物ですね、収納していただけるような収納となっております。はい、またこちらですね、窓の方を開けていただいて、はい、こちらにですね、はい、洗濯物を干していただけるようになっております。はい、それでは以上でこちらの物件ですね、ご紹介は終了となります。レオパレスの物件につきましてはですね、仲介手数料無料にてですね、こちら賃貸の真っ先ではご案内をさせていただいております。またですね、家具付きの物件、また家具なしの物件ではですね、条件の方異なりますので、弊社のホームページまたスタッフまでね、お尋ねくださいませ。では最後に若須くんからお知らせがございます。賃貸のまさきではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。